8時からですよね。そうです。今のでオープニングのリハとかちょっとやりましょうか、はい。入ってないです。だからこの時は自由に喋って大丈夫です。ちょ、これ1分 長くないですか全部やるの。ちょっとすいません、ドクターブックの CM を先に入れさせていただきます。開始まだインスタでこれ流れてきました。流れてきました。これこれインスピレーションがすごいですよね。なぜゴリラを踊らせようと思ったか。ゼロからこの。そうです。もう中のクリエイターが瞬間で作ってましたので。すごい。制作期間多分数日です。今日の診療お疲れ様ですみたいな感じの。いやー、それはね、結構恥ずかしいんですよ。MC の石ゆかです。このチャンネルはですね、デジトークという番組でデジタルデンティストリーの現在と未来を多彩なゲストを呼んで語り合うトーク番組となっています。ご紹介をさせていただきたいと思います。遠山先生はですね、東京都練馬区のマイスター春日歯科クリニックの院長先生です。もともと日本大学歯学部のクランブリッジ科の出身で、して、故桑田正宏先生に師事し、現在は桑田インスティテュートミレニアム KIM グループの理事、また、東京ファンクション&エステティックデンティストリー愛称 K2 勉強会の副会長、またさらにエステティックエクスプローラーズという勉強会の理事を務められています。実際ね、アナログでも結局先生方とか皆さん経験あると思うんですけど、複数回印象取った時に同じ歯で片方の模型で作ったものってこっちの模型に入んないですよね。入んないですよ。やっぱずれてるんですよ結局は。